問ありがとうございます。先ほどにもちょっと認知症のところでの こちらの方でもちょっとデータ出ているんですけども、その指数ね、意思使用と認知症との関係っていうのが一応データが出ておりまして、歯が、ほとんどなく、義歯を未使用な方ですねっていうのは、やっぱりこう認知症になっている人の割合が高くなってしまう、で、歯がほとんどないけれども義歯を使用してるっていう人に関しては、歯を持っている人とそんなに遜色のないぐらいの、認知症の発症率で、実際の数字で言うと4割抑制って書いてありますけれども、そういう形でその義歯を使うことによって、歯がある人と同じぐらいの、予防効果っていうのはあるというふうには出てますので、実際その義歯を使うことによってその口の中の粘膜にもやっぱりこう圧力がかかりますので、当然それによっての血液循環だったりとかそういうのがこう良くなるというところで、多分こういう数字になってきてるんじゃないかなとは思われるんですが、データ的にはこういうふうになっております。あ、いかがでしょうか。よろしいですかね。はい、それではありがとうございました。それではですね、先生に、もう一度盛大な拍手の方をよろしくお願いします。封筒の中にアンケート用紙の方を同封しております。今後のためにですね、こちらのアンケートの方へのご協力をよろしくお願いいたします。出口に回収箱を用意しておりますので、お帰りの際にご入れください。それではこれで地域包括ケア講演会の方は終了いたします。お忘れ物がないようご確認の上、お気をつけてお帰りください。ありがとうございました。